ールが彼の頭に当たった。フォークをもらえますか？夕べ流れ星を見ました。7時に朝ごはんを食べました。このバンドはとても人気があるよ。その子は日本語がわからない。みんな一生懸命生きている。私は窓側の席に座った。ここに並んでください。父は胸の手術をした。店に学生のグループが来た。新しい机を買ってもらいました。そのままお待ちください。私はエビの天ぷらが好きです。今日の夕食は私がご馳走します。半月前に日本に来ました。彼は肘に怪我をした。なぜ来なかったの？今度はどこに行きたいですか？私たちはよく話し合いました。夕飯にナスの天ぷらを食べました。去年はスニーカーが流行りました。昨日、孫が生まれました。今日は一人の時間を楽しみたい。彼は眉が濃いね。茶碗にご飯をよそいました。私は待つのが嫌だ。部屋の電気がついています。お風呂のお湯がいっぱいです。もっと努力しよう。もう一度予約を確認した。彼は家庭を大切にしている。膝に痛みを感じます。喧嘩はやめて。今朝彼女は学校に遅れました。明日は雨が降るでしょう。今日はとても眠いです。警察を呼んでください。この靴下は3足で1000円です。帰国することに決めました。あの橋は日本で一番長い。彼には子供が6人います。今、ジャズダンスの基本を習っています。その子はいたずらが大好きだ。彼は私より年上です。父は今、お風呂に入っています。次の方、どうぞ。父はお土産にお菓子を買ってきた。山の空気はきれいだ。カレーライスはスプーンで食べます。大変なことが起こりました。もう少し醤油を足してください。その店は若い客が多いです。日本へようこそ。お母さんと一緒にお菓子を作りました。これは素晴らしいチャンスだ。瓶ビールを注文した。テスト期間は10日から15日までだ。夏休みの課題は何ですか？このクラスの生徒は30人です。彼はよく映画を見ます。今日は山がはっきり見える。姉さん、ごめんね。私は人参が嫌いだ。私は動物が大好きです。彼は帰国しました。昨日の夜は肉をたくさん食べました。
妹は高校に通っています。空の写真を撮るのが好きです。私は毎月貯金をしています。ここは小さな町です。今日は雲が多い。彼は血を見て驚いた。この靴は私の足に合っている。息子が友達を連れてきました。日本に住む外国人が増えています。つまりあなたは何も知らないのですね。あそこにバス停があります。明日の会議の準備をした。わからない場合は私に聞いてください。今ちょうど0時です。スキーで膝を怪我しました。兄さん、おめでとう。みんなにこのことを伝えてください。彼は良い人です。ポテトサラダを作るからジャガイモを買ってきて。絶対にダメです。この風邪薬を飲みなさい。日本は地震が多いです。風呂がぬるかった。この料理はとても簡単です。なるほど、よくわかりました。会社のパソコンが壊れた。私は母に似ています。彼らはバスケットの選手です。ここは空気がきれいです。彼女はメッセージを残しました。私の両親は大阪に住んでいます。この道路は3年前にできました。彼の就職のお祝いをしよう。あなたは英語が話せますか？駅前に人が集まっています。ポストはそこの曲がり角にあります。今日が夏休み最後の日だ。彼女に黄色いバラを買いました。売り上げは年度によって違います。雨の音が聞こえる。この店はサービスがいい。彼はプロのサッカー選手だ。彼女の目から涙がこぼれた。彼はとても優しい人です。彼はもっと運動した方がいい。彼は海外での生活が長いです。私は毎朝6時に起きます。うちは5人家族です。少年たちがサッカーをしている。その地域は今危険だ。ここで国際会議が開かれます。あそこの四つ角を左に曲がってください。この単語の意味を説明してください。前に進んでください。昨日父から手紙が届いた。あなたは何かスポーツをしていますか？彼は実際にはあまり背が高くない。自宅に電話をください。安全が第一です。ついに実験が成功した。海は広くて大きい。
新しい機械が壊れた。今日の試合はいい経験になりました。私は低い枕が好きです。彼は歯が白い。友達と一緒に宿題をした。車に注意してください。部屋の家具を動かしました。小さい花が咲いています。彼は手に火傷をしました。私は反対です。私は古い車が好きです。彼女は平成3年生まれです。スーツをクリーニングに出しました。私がそれを直しました。彼に直接お願いしなさい。彼はタバコを吸いません。友人から手紙をもらいました。もっと詳しく説明してください。彼女は指が細いですね。会社の場所を教えてください。この靴はとても軽い。5ページの最初を見てください。椅子を2階に運んでください。彼は櫛で髪を溶かした。彼は足が短い。私は去年大学を卒業した。特に質問はありません。特別な旅館名物東京言葉いろいろと泳ぐ観光本酒昔話始入る伝統的な自然関東地方専門行事県田舎先行行う関西地方気持ち京都都市お正月地理北海道厳しい地方九州立ち四国本当の府祭りお正月県府台へ内容出身すごい大変すごい
採用。採用。
挑戦。受け入れる。受け入れる。